パウダーだけした。仕事終わった。え、お疲れ。何飲んで、推しドリンク、 HKT の推しドリンクを飲んでます。もうくこんなに可愛いの。可愛くないね。ないね。クロちゃんありがとう。アオイちゃんありがとう。こんにちは。メイクします。今日も今日とって牛乳。シナモンさんの。ドリンクです。なんでこんなに綺麗なんでしょう。綺麗じゃない。します。ミク誰のおしどりんく。下野さん、バラさん、ありがとう。ゆうきさん、いいぞで待ってる。あーそっか、いいぞで今から働いてきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。カメさん、みたい、ありがとう。アイチーの体調崩しは聞いたことないな。ふっかる。家にメイク道具をなんかちょっと忘れたから、苗ですわ、苗。今日はピンクメイク。もう壊れても OK。 OK じゃない。タッタさんありがとう。あっちはカメラ送るの可愛いよね。タイプすぎ。なんか結構好評かも。インスタとかストーリーとか載せても結構好評な感じです。 SNS に上げて好評。チークどこに塗ろう。チークどこに塗ろう問題。ここら辺に塗ってみよう。今日 MK さんありがとう。ペンギンさんもありがとう。こんにちは。今日、ディズニーの、最高。ディズニーから見てんの今、やば。間接ディズニーしてるわ、じゃあ。いいな、欲しい。なんかあのチュロスが欲しい。ブリュレクリーム、クレ、ん？クリームブリュレなんか、あれ、チュロス。マットさんありがとう。暑いな季節にいい髪色だと思う。確かにそう、夏色よ。夏ヘア。夏色。ドマさんありがとう。アップルウォッチ超便利です。そう、あのなんかいろいろなんかなんか家事をしてる時とか、家でこう家事をしてる時とか、パッてこう見たい時に見れるし、携帯をさ持ってなくても時間を見れるからね。でいつメッセージが来たかとかも振動でわかるから。そう、あ返さなきゃってなるし。カラコン何色。カラコン青にしてる。使ってないやつがあったからちょっと消費。届いた。あの帽子だよね絶対。えだよね。だって名前入ってなかったんだよね。
違うメロン、アプローチメロン、マジ雷大丈夫、そうだよ、えだよね、だと思ったね、センス素晴らしすぎんだけど、本当に最高じゃん、本当にさ、もう今日もかぶって通勤したよ、あやばい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 、事故ったよって、危ない、誰かのことをなんか通報ボタン押そうとしちゃってごめんね、変な椅子に置いてるから、おしドリンク飲みます、お願いします、葵ちゃんありがとう、え、あの帽子 ね、ビビアンの帽子かわいすぎるわ、めちゃくちゃ嬉しい、嬉しすぎた、ビビアンっていう時点でまずセンスが良すぎるよね、西尾さんありがとう、こんにちは、メイク中牛乳飲んでます、そしてディボンですカエルじゃないディボンです、ディボンなのです、でまだメイクを続けます、バイキンマン、あ、そう言ってた、そうなのに、そう、なんか言ってたの、言ったのみたいな言ってた気がする、こんにちは、分身じゃない、本物来てくれる、本物本人登場、ドライブのお供に聞いています、あードライブのお供 BGM、 皆さんこんにちは、今日は早い時間に5時開演だからちょっと早めです、今日ミルクやありがとう、楽しもうね、私もメイク中で聞いてる、お、ゆたちさんありがとう、メイクの時間ってちょっとさ大変だよね、なんか
メイクって本当に大変。キャンメイク東京。でもメイクしないとダメだし。ベタチさんありがとう。今日来ます。ありがとう。来てくれるの？あ、そっか、土日だから。締めの答えに使う。あ、葵さんのやつ見ましたよ。あのね、変わらない可愛さがそこにはありました。昔からの葵さんの可愛さが詰め込まれた一冊ですね。それでは、あ、バイバイ。こんにちは。年取らないのいいな。あいつの写真集を見たい。いつか出せるくらいの大きい人になりたいもんですね。福ピグさんありがとう。あいつは人にメイクしたことありますか？ないわ。あ、あるわ。なんかディミカ、あ、ないか。ない、あ、そう。鼻の下伸びがちだよね。ディミカにしてもらったことはあるけど、人にやったことないか。リミカの誕生日もう少しだ。お祝いしたい。でもさ、さっきさ、ストーリーさ載せた、インスタでね、ストーリーディナとのツーショット載せたら、多分それを見て愛梨可愛いって来た。葵ちゃんありがとう。こんにちは。当日撮れた。ありがとう。すごいね、当日撮る。ありがとうね。めっちゃ嬉しいわ。やっぱ劇場でね、見れるのは嬉しいです。みんなのファンの方のお顔を。昨日ちょっとだけね、ナウシカ見たけど、なんか怖いわ、やっぱ。小さい頃見たらあれはトラウマになるわ、ちょっとだけ。タアさんありがとう。ちょっとなんか、怖いよねって思う。葵ちゃんありがとうね。子供の子怖いよね、あれ。ちょっとだけ、なんていうんだ、絵が怖いんかな。なんかもののけ姫とかもちょっと怖いもん。あ、1466ありがとう。公園のおすすめの楽しみ方、なんだろう。
夢の楽しみ方ね、コールをめちゃくちゃする。あとは推しをずっと見ている。かくやさんありがとう。うん、そう、世界観が、そっか、世界観の子やね。国立小坂からやるらしいね。でも立ちだけ、こんにちは。大阪やからなかなか行けん。来てね、来れるか時はいつでも待ってます。おいちゃんありがとう。うろうろしてた。暑く、暑いよね今日も。雨がさ、すごいでしょ今日。頑張れよ。なんかマジで一緒かよねって。本当変わるよね、やっぱ。でもからか、45歳。え、そうなの。雨、あ、ジブリ展、そうだよね。前髪が崩れて泣いちゃうね。いろいろしてきてくれて。セットしてもさ、梅雨でやられるんだよね。ほんとやだ。ほんまに嫌や。ピンク、ピンクちゃんです、今日。お人形さんみたいに可愛い。あ、村民ペンライト持参。あ、え、届いた。そっか、可愛い、ほんと可愛い。ありがとう、嬉しいよ。クロちゃんありがとう、マジ可愛さ。まつげしまし、言わないだろうな、押し開い、誰もいない。今日来てくださる方はぜひコールよろしくお願いします。暑さ吹き飛ばしてください。暑さなんて忘れてコールしてください。あおちゃんありがとう。滝行？なに、そんな雨？やばい？昨日ありもうびちょびちょになっちゃってさ、靴とか靴下も濡れたしさ、
ズボンもびっちょになって最悪だった。もう即家帰ってね。まつげ美容液使ってます一応。でも全然短いし少ないよまだって感じなんですけど、育ててます。今日は洗濯物して掃除して家を出たよ。仕事行く前にね。あれピンセットどこだろう。ちょっと待ってくださいね。あった。ゲリラ豪雨だね。洗濯して掃除して家出てきた。えらい。あり室内干しなんで。浴室乾燥でして外をちょっと夏は開けたくないんですよね窓をね。絶対に虫が入る怖いから。ちょっと怖いじゃん。なるべく外で干したくないという気持ち。しかも雨降ってるし今は梅雨だから。最近何かコスメ買いましたか。コスメなんだろう。コスメなんか買ったっけ。買ってないです。最近は。あ、ねえ、浴室、あ、ちゃちゃ奮発し、ドラム式最高だよね。いいな。ちょっと買いたいと思って見たけど、調べたけどちょっと高くてやめちゃったよ。これは高いよね。ちょっと軽い気持ちでいくらぐらいかなってちょっと見たらゲッってなった。浴室乾燥、乾燥機欲しいよ。乾燥機までついてる洗濯機いいな。実家にね買ってあげたいんだよね。でもいやでも、うん、実家に買ってあげたいっていう気はあるけど、ギリギリまで悩みました。家族に実家に買ってあげたいな。高いよね。特にアクセルは好きな曲で近くで見れてよかった。ありがとう、来てくれて。旅行で来てくれた。
買ってあげたいな、どうしよう。買ってあげたいんだけど。乾燥機付き洗濯機。うわ。20以上するよね、多分。でもさ、買うならさ、もうめっちゃ早くもう買った方がさ、コスパ良いよ。コスパっていうか、これから使うって考えたら1日でも早い方がお得な気はするし。リボ払いはやだよ、したことないわ。中古買うんだったら新品買ってあげたいね。15、16、あ、本当？本当？なるほどね。なんかそういうでかいものをプレゼントしたことがまだないので。アウトレットですよ。片足焼き芯。え、マジ？そうなんだ。最新モデルが出た時。そういうこと、最新じゃなくてもね、まあいいよね。大山さんね、大山さんコスパいいよね。伊沢さんありがとう。ごめん、またやっちゃった。めっちゃ崩れてる。あ、どこの？だって、え、ねえ、見て見てほしいのよ、今日の T シャツ。プレゼントでもらったやつ、これです。ゆるキャン、ゆるキャン T シャツもらったやつ、ファンの方にありがとうね。ゆるキャングッズがいっぱい届いたんだよ。そう、嬉しい。早速着てますわ。かわいいでしょ、ゆるキャン。ゆるキャンと動物の森とか結構届いた。嬉しいね。わかった。そう、アニメ好きなのよ。
公式の、そう、多分届いたのよ。そう、ありがとね。アニメ大好き。さっき劇場に届いた。本当？あ、受け取れるかな今日。今日中に。よし、ちょっと完成してはないけど8割くらいは終わった。ピンクメイク、どうですか？いい感じに仕上がってきました。よいしょーよいしょー。ただね、前髪とかもやって再生率、わお、クロちゃん復旧さん、ありがとう、楽しみ。やっほー、今日は時間あるわ、めっちゃ時間ある。ちょっと練習、レッスンで練習でもするかな。最善だった、え、最善、え、色好き、うん、この色好き。沢さんありがとうね、こんにちは。私何時から配信しました。山笠すごいよね。はんちゃんだった。愛知が出ますように。253からか、ありがとう。ちょっとまだゆっくり配信しよう。30分くらいはできるわ。
にちは。もういっぱいチャレンジ。前列にそう見える感じする？いるかな？会場を迎えます。ありがとう。待ってるよ。気をつけてね。来てね。おいちゃん、ありがとう。スッキーさん、ありがとう。なんかさ、こうやって公演前にさ配信してるとさ、公演に来るよっていう方をさ、さっきまで配信してた、配信見てたのに目の前にいるってなるよね。なるよね。おーって言ってます。あざす。こんにちは。愛知の握手会来てください。来てよ。会いたさ増していきます。会いたくなれ、会いたくなれ。23日、朝なんだっけ。23、そうなの。なんかあった気がするな。23、7時半から、7時半、朝、早朝逃走って大変そうやな。初めてだ。見よう。え、卒業公演、卒業公演朝見れ、あ、あほいさんの卒校だ。朝見れそうだな。朝見てから行こうかな。実況配信できるかな。できたらするわ。早朝中。早朝中やん。大阪の次の日、ちょっと疲れてたらあれだけど見たい。なこさん出るから。前方にいますね、結構村民さん。
実況。あえてリップをちょっと色を濃くしないで見てます、一旦ね。でちょっと何ラメはつけず、ラメはつけない、あまり。そう、そこがポイントですね。ラメまでつけちゃうとちょっとギラギラなっちゃうので、ラメはあんまりつけません、私は。あえてマットな感じのやつを塗りまして、最近メイクするのがね結構早くなったね。うんうん、いい感じや。制服衣装、制服衣装、ああ大阪は22、これで若干良くなりましたね。眠い。のりさん、ありがとう。うん。お疲れ様です。うん。来ました。やっほー。このか声は、うん、そうなのよ。あって使ってたよね、誰か。うん、あだよね。マツくんさん、ありがとう。よいしょ。よいしょ。メイク終わった？あとでまつげだけ。おお、最後に残すタイプか。まつげって最後じゃないの？あ、そうなん？最初？いや、最初ではない、後半ではあるけど、うん、結構時間かかっちゃう、いつも、うん、割と。でもちょっと今日顔がダメ、なんか違うなんかブス。いやいや、前もなんか毎回さ、あ、今日ダメだとかそう、毎回ダメ言ってるやん。そんなことないよって。そんなことしかないよ。
今日はね5時間だからね、ちょっと終わるの早いって結構嬉しいよね。なんかさ早い、外出た時にさちょっと明るかったりするじゃん、ま、そうそういうのが嬉しいよ。なんかそうそうそう、でも今日天気悪いからあれかな、あんま明るくない。来た時降ってた？降ってはない。降ってないよね。けど今結構降ってるみたいな。暗いかな。外出たら暗いのかな。早く終わると早く飲めるのが嬉しい。うん、確かに。条件変えた。ありがとう。T シャツワンワン。ツキさんありがとう。ワンの方がくれました。もうすぐ着きます。やっぱり大雨。あら、席は皆さんどこなのかしらね。今日は2本つけてる、つけてる、ちょっともうつけちゃった。がっつり降りそう。やだ、帰りめっちゃ降ってそうな気するけど。でも今大雨だし。なんかやっぱり大雨って言ってるから。やだ、あの大雨予報どうなんだ。細麺さん1000回目の本ありがとうございます。その説明されてもビビさんありがとう。ありがとう。ありがとう。シャーなし水色ですね。そうですね。マスコルさん200回目のありがとうございます。土砂降りやで。マジ？土砂降り最悪じゃん。土砂降りは嫌だもん。で私たち終わった時はどうだろう。ちょっとだけやめてほしい。普通にやめてほしい、ね、傘を持ってきた。でもあでも最近傘をね忘れがちなのね。ゴロゴロ乗ってる？車で来てよかった。そんな降ってんのね。隣は愛知です。こんにちは愛知。初めて聞いた。こんにちは愛知。言ってみてくれ。ラジオでしか言ってないわ。ラジオで言ってんだ。うん、カメラエリアの前で。はいはい。俺が行けば少し雨も弱くなるんだけど。すごい自信がある人いる。風神雷神様かなんかだ。確かに。おもろい。いじりがいないから、あれやってくれない。今から晴れるよ。ああ。いじり、確かに言ってきたの。おもろい。ちょっと配信していいですか。どうぞどうぞ。
なんだ、渋谷ちゃんやったらおめえかよで終わったな。渋谷ちゃんやったらおめえかよ。そうだよ。なんか眉毛こう。書いてみる。リナ、リナいるよ。ここでいい？リナいる。立てかける。あ、死んだ。いけない。ラグさん、ありがとう。どうやって、まあ、こっちにやればいいんか。ここぺ、ハンちゃん、渋いちゃん来ました。あ、でも今日土曜日か。今日大丈夫か。今日コラボ配信。ああ。コラボ配信。なるほどね。誰とですか？シナとです。お前かよ。何時から？七時から。七時？こういうなんか見送り終わったらするか。びっくりした。クズさん200回目ありがとうございます。私は私はあと10分くらいしたら終わるかな。何やった？やったね。うん。なんかそう。あのなんだ、目にさキラキラ言ったらさ、めっちゃ顔に散らばってるんだけど。どうだろう。汗が来ません。あ、そこ雨。雨降ってるか。やばいね。そのままあれだ。雨の日ってやっぱ混むよね、バス、うん、遅延する。だって普通にさ、十何分に来るバスとかさ、うん、6停前とか、うん、あれみたいな、うん、今来るはずなんですか。確かに絶対に遅延します、バスは。でも今タクシーも絶対捕まんないから。確かに。うん、地下鉄は遅延しないか、雨で。うん、しない。それがいいとこね、電車は。傘買って、当時まで地下鉄で来てから歩いてください。うん、それが一番早いです。マミちゃん。タクシーは混んでるらしいので。韓国は、あさってから10日連続雨の予報。10日連続分かるんだ。大変だね。どこもかしこも。何しに来たの？7時まで。普通に家に帰ろうかなって面倒くさくなっちゃって。今めっちゃ大らしいよ。いや、そうなんです。より面倒くさい。タクシー移動かと思ってた。あ、タクシーですよ、普段。バス、私よく乗ってたんですよ、学生の頃。だけど、それもなんか出るのだった。私、学生の頃バス通学だったから乗ってたんです、バスに。だけど、めっちゃ遅延してた、その時いつも。そう、今は毎日乗ってたからさ、学校の時。今はそんな乗らなくなって、ね、そんな毎日は乗らないけど。短冊あったを見てください。あ、そうじゃん、短冊。そう、短冊今日みんなあるからね。そっか、今日と明日から。え、待って、昨日七夕だったんだよね。そう、マジで何も七夕らしいことしてないか。え、昨日さ、お寿司食べたくてさ、うん、スーパーで見たんよ、うん、そしたら多分みんな同じ考えで、え、全然なかった。やっぱそうなんだ。いつもだいたいさ、その何パーセント引きとかでさ、残ってる時間帯に行ったんだけど、マジ一個もなくて、しかもスイーツコーナーマジ何もないの。
びっくりした。そう、そうなんだ。ほっぺと目が合いました。給食食べてる？はんちゃん、給食とか、ま、ある？あります。あ、あるんだやっぱ。え、ね、中学？はい。あ、給食？中学生なんだ。給食？給食。あ、え、給食にさ、なんか七夕ゼリーとか出る？出ますよ。出るよね。やっぱあるんだ。え、リナも食べたことある？あるある。あ、あるよね。リナもあるよ。よかったよかった。ね、そっか。いや、全国であるんだね。あ、うんうんうん、わかる。そう。え、あれ美味しいよね。周り大好きなんよね、あれ。うん。それで、そういうのでちょっと、なんていうの、七夕を感じていたとこはあったね。あとさ、学校とかでさ、あれじゃない、うん、短冊書かされんかった。あー、あったかな。うちらあったよね。誰が金色の折り紙を取るかで、うん、男子が喧嘩してた、うん、一番後ろの席やったら、うん、残った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 。あーね、あれみたいな。うん、いい、いいな。でも七夕終わっちゃったもんな、もう。うん、で七夕に食べるものってあんまなくない？ない。そんな、なんだろう、七夕食べるの？そういう、うん、なんかさ、節分とかはさ、普通にあるしさ、なんかいろいろあるじゃん。何だろう、クリスマスこれで笹なんかな、やっぱ笹、笹団子みたいな、なんかそういうやつか。笹団子、なんだろう、でも子供の日じゃない、うん、それ。そっか、それ柏なのかな。うん、さ、ないね。何してんの？あ、やっぱでも星型系なのか。星型の何か。星型ポテトある？最初から分けてたらいい。ラーメン可愛い。ありがとう。小さい頃、星だからね、やっぱ多分星関連いいね。でも今チョコビとかでいいんじゃない？ああ、確かにチョコビも一応星か。星型じゃないわ。確かに雨ひどいんだよね。ねえ、まつげが上がらん。ママからラインできて。雨やだな。直後上がるの、どんどん下がってくるの。雨で湿気と。湿気だから。してきらん。わかる。あ、待って、ごめんけど。あ、うん。え、コープじゃん。そうだよ、私。やんなきゃじゃん。5時間やんじゃん。え、やばいよ。4時。15分だと思う。なるとこ。うん。あと何分で着いてくる？汗かくもんね。そうなんですね。そうね。帰りも汗かくって。うん、顔めちゃくちゃかくね。え、今描かないんですか？今？え？そんな24時間のいつでも描くわけではないよ。運動したら描いちゃう。ここっぺ確かになんかイメージある。ね、いいね。うん、まっすぐで大丈夫。まっすぐで前髪に今なんでいいんじゃない？
団体は場所を広く開けてもらえるんだ。どういうこと？何ですか？やめてください。まさかの場合ありがとうございます。先輩。何の意味ですか？今から言う。走ってこい。織姫と彦星、雨だと会えないらしいけど、昨日でも降ってなかったよね。そっか、夜は降ってなかったね。セーフなんじゃない？確かに。それ辛いよね、だ梅雨だからさね。やりすぎじゃない？でもそのさ、誰だっけ、その話した人だって、うん、あれやろ、仕事サボったからこうなったんでしょ。そうなの？にしてはやりすぎない、1年に1回しか会えない人が、うん、仕事しなかったんだな。そうなんだ。研究生の面々が端っこにかかって、何を言うとね、半分からこっちに2人でおるんだよ、うん、角度の問題。結局仕事はちゃんとしないとっていうことですよ。そうじゃないとみんなも彼女できないよ。そういうことよな。仕事優先で生きよってことよ多分。なんかでもさ、よくさ、うん、仕事と私どっちが大事なのって言うと、うんうんうん、その人のね、上手な撃退方法はね、うん、じゃあニートになって俺好きなのって言えばいいらしいよ。あー、今ニートやだ、うん、お金もやだ。リアルすぎ。そっか、今さ、インスタの質問箱でさ、ファンの人に、うん、こうなんか何ですかみたいな、考え何ですかって聞いたら、うん、やっぱファンを教えにいるっていうか、みんな宝くじが当たりますよねって返した。おろ、ウケる。でもさ、ある日突然さ、自分の口座開いたら6億円とか入ってる、大好き、最高じゃない、すごいよ、えみたいな。そんな大好き。宝くじはあれか、当選したら確認しなきゃいけない、うん、そうね。でもさ、6億入ってたらさ、すごいよ、もう最高って、いいなぁ、至りたいよね。なんかここ、うん、心の余裕っていうじゃん、お金の余裕、心の余裕。そう、本当にそうだと思うよ。お金があれば幸せで暮らせるんです。うん、そうね、お金があれば人は寄ってくるかもしれない。お金持った瞬間になどうでもいいと思った人間全員排除していこう。お金のために近づいてくる人間全員排除しよう。え、宝くじ当たったら他の人に言いますか？言っちゃダメよ。確かに、殺されますよね、絶対。いや、殺されはせんと思うけど、言ったらなんか友達関係だったんで、当たったんでしょ、おごってよみたいな。確かにね。なんか、え、お前誰ですかみたいな、全然話したことない親戚かどうかも分からない人がめっちゃ電話とかメールで、確かにね、関連させてくれる。そうだよね、当たったんでしょみたいな、怖い。でそれ貸さなかった貸さなかったで、うん、なんだろケチみたいな、うん、めっちゃ言われるらしい。いや、なんで高額当選した時になんか、 その当日に本もらうんだって。高額当選したその日から読む本みたいなやつを、それで人生破綻した人結構いるから。でも多分リナ当たったら分かりやすいと思う。毎日豪遊してると思う。持ち物が90万、持ち物シャネルとか全部なんかビトンとかやる。いやー、いいなぁ、メイク道具。え、なんか今までやつすっげー、ビトンで買ったんだよ。あ、絶対当たったなみたいな。確かに、いや、欲しい、欲しいなー。宝くじじゃない、これ宝くじ単独だった。宝くじの話だから、うん、でもサマージャンボ買いたいのよ、みんな1枚だけ、うん、運試しみたいな。1枚当たるんかな。スクラッチの方が好きです。ああ、スクラッチ好き、わかる、楽しい、何、いいよね。スクラッチってなんか2回ぐらいやったことあるの？1000円当たったところ、1000円ぐらい、うん、マジ？どこだろう？十何枚ぐらい買って、うん、硬くてなんかもらって、うん、それやったら1000円ぐらい1枚と100円2枚ぐらい。へ、じゃあ買ったんじゃないよね。でももらったみたいな、お父さんが。お父さんがスクラッチもらったの？いや、なんか意外とお仕事の関係でもらうんですよ、いろいろ。ああ、じゃああれやね、じゃあプラス、うん、だよね、せめて3枚買おうと。ああ、前後賞ってこと。確かに前後賞あるなら3枚。ママ絶対3枚って決めていつも買ってます。えー、でこの間5000円当たりました。すごいプラスじゃん。いいね、うわ、したいな。あ、じゃあそろそろ終わります。
13位ひろゆきさん、12位さおさん、11位ほくぴぐさん、10位なおさん、9位ふくよさん、8位ズッキーさん、7位かくやさん、6位どまさん、5位くろちゃん、4位たーさん、3位よだあちさん、2位たーたんさん、1位あおいちゃん。ありがとう。こういう名前書くやつ欲しいですね。あれね、学生の時とかさ、学生バッグ。ありがとうございました。ありがとう。また後で会いましょう。しめちゃいさん、バイバイ。でも逆にありすぎてもつけれないから。またね。そう考えると買えないんだよね、あまり。弟は